またそこでわーっと思ったんですけど、あーもういい、これフィリピンだと思って。どうも、ゆうとです。今日ですね、ちょっとここ最近まあまあなやらかしをねしてしまいまして、ご覧の通りこのフィーリングッドの T シャツが大量にねあるんですけど、ちょっとね僕がフィリピンでやってしまった失敗話をね皆さんに今日したいなと思います。僕はですね、もともとこのフィーリングッドって書いてこの T シャツをね1枚日本で作っててフィリピンに持ってきたんですね。けど1枚しかなかったんですよ。まあ不便だなと思って、まあ、フィリピンだし、まあ、物価安いしちょっと作ろっかなと、まあ、2、3枚あったら嬉しいなって感じでね、で T シャツ作るところをいろいろ探して、まあこのねデザインのデータを持ってたんで、このデータを送ったら T シャツをねプリントできるようなところを探してたんですよ、嫁さんと一緒に。まあいくつかね会社はあったんですけど、そのうちの一つに決めて、あここにしようと。まあ金額的にもね、まあそれなりに安かったんで、あいいねと思って、で連絡を取って、データあるんですけどプリント T シャツ作れますかって聞いたら、まあ作れますよっていう返事で、おいいねっていう感じでね進めてたんですね。まあこちらとしてはですね、データを送るので、まあ、T シャツのね、まあ、デザインっていうかね、フォルムを送ってくださいと、どんな感じになりますかっていうのを依頼してたんですね。で向こうは分かりましたと返事が来て、で待ってたんですよ、ずっと。でずっと返事がなくて、えなんで、データ送るだけじゃないかなって思ったんですけど、で全然どれぐらいかな、3日か4日ぐらい経っても何も返事もないんで、まあこれフィリピンあるあるだなと思って、その担当の人に電話したんですよね。そしたらその時いきなり言われたのが、その僕が送ったデータをそのサンプルみたいな感じでデータに起こすのだけでまずお金かかりますっていきなり言われたんですよ。でおマジかと、でそれ説明してねえじゃんという話をしたんですけど、まあ、向こうとしてはそのお金が振り込まれないとこれ以上進めませんってことだったんですね。で、まあ、その金額もまあそこまで大したことはなかったんで、と思ったんですけど、まあいっかと、何百ペソだしと思って、でそれ振り込んだんですよ。でそしたら向こうからこんな感じですというね、こういう感じですっていう連絡が来て、そしたらわざわざねこの T シャツのここにもこういうロゴが入りますよみたいなね、そういう連絡が来て、おいいじゃんとね、お結構 T シャツこれいいんじゃないと。まあ正直ね分かんないですよ、このプリントのね質みたいなのとか、このシャツのね質とかも当時は分かんなかったけど、やっぱ金額は金額でね安かったんで、おいいんじゃないそれでもと思ってたわけですよ。でも 2,3 枚買えればそれでいいやと思って、これ買いたいなと思ってたら、そのメールの最後に、いきなり見たのが、あの最低ロットが30枚からになりますという話を言われたわけですよ、そこで。でこちらとしては、いやいや待てと、最初から 2,3 枚しか買わないっていう話をねしてたわけですよ、その人には。にもかかわらずいきなり最後のじゃあ買うって時になって、最低ロットが30枚って話をしてきて、いや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 とね、いやなったんですよ本当に。ちょっと揉めて、マジめんどくせえと思って、けどもこっちもプリントね、このデータも送ってね、サンプルも作ってるし、もうそこまで言ってたら、ちょっと欲しいな、早く欲しいなって気持ちがね、まあ、先行しちゃって、30枚かと思ったんですよ。やめようかな、どうすっかな、結構30枚ともなるとね、それなりの金額になるんで、うーんと思ったんですけど、いややっぱちょっと欲しいなという気持ちが勝りまして、分かった、30枚なら分かりました、じゃ頼みますって言って注文したんですよね。注文します、だから見積もりくださいって言ったんですよ。まあそもそも最初の時点で見積もりよこせって話なんですけど、見積もりくださいって言ったら、で向こうからね送られてきた見積もりが全然違うんですよ。まあ極端な話、これ T シャツ最初1枚100円っていう話してたのに、向こうから来たのが1枚150円で来たんですよね。まあ、金額はもちろん0ですけど、でなんで150円なの、100円って最初話しましたよねって話をしたら、100円はこの T シャツの生地代ですとね。でプリントしたらプラス50円かかりますって、その段階で言いやがって、あ出た出たと、あまたこれフィリピンだとね思いまして、あーっ
って思いましたけど、もういいやと、分かったと、もうそこまで言うならもういい、ここまで話も済んだし買うということでね、このね T シャツを30枚頼んだんですよ。で2日ぐらいしてかな、向こうからメールがポンってきて、サイズどうしますかとね、30枚全部同じでいいですかっていう話だったんですよ。で、まあ僕もまあちょっとサイズ感がね結局分かんなかったんで、いや L か XL だなと思って、いやけど海外だしな L でいいんじゃないかなと思って、分かんなかったから L を20枚、 M を5枚、 XL を5枚っていう風にね注文してたんですよ。全部で30枚ですね。でその時にこの生地どうしますか、生地も種類がありますみたいな、まあ、ABC ってやったら、まあ、100円、120円、140円みたいな。でそれ今そこのタイミングで言うかってちょっと思ったんですけど、もうめんどくさくなって、もう一番安いのでいいですとねいう話をしたんですよ。で僕の中では30枚ね、 L が20枚、M が5枚、 XL が5枚で一番安いコットンでお願いしますっていう注文を出したわけなんですよ。そしたら向こうから合計金額が出てきて、これを前払いしてくださいと、じゃないと作れませんと。向こうから出てきた合計金額と僕が計算した金額が違うわけですよ。はっと思って、なんでと思って、俺なんか計算間違ったのかなと思って向こうにもう一回問い合わせたんですね。なんか金額が違うような気がします。そしたら言われたのが、なんでか分かんないですよ、なんでか分かんないけど、 XL だけ生地が足りなくて、これちょっと見てもらったら分かるんですけど、プレミアムコットンに上がりますと。要はこれ高いんですよ、生地的に金額が高い生地なんですけど、これになっちゃいますということで、合計金額が違いますっていう返事が来て、またそこでわーっと思ったんですけど、あーもういい、これフィリピンだと思って、わかりました、もういいです、わかりました、それでいいですって言って、向こうからね送られてきた合計金額をそのまま振り込んで、で届いたわけですよ、こう30枚ね。そしたらね、最後の最後にしっかりねまだオチがあって、まあ、見てもらったらわかるんですけど、L がね、15枚、M が5枚、で、生地が変わったプレミアムコットンの XL が5枚、そしてなぜか、通常の XL が5枚というね、もうね、笑いしか出ませんけど、まあこんな感じですよね。まあ、最後までね、僕がね、爪が甘かったというか、ね、信じきっちゃった部分があって、まあ自分が悪いのかなと反省してるんですけど、まあ今回ですね、まあ、初めてフィリピンでこういうね注文をして、まあ結構ね、まあなんていうか、こういうねことは、まあ、フィリピンじゃなくても海外じゃ起こりうるっていうのはすごくねこう認識があったんで、かなり注意はしていたつもりだったんですけど、やっぱ僕の中でやっぱ日本の標準みたいなのがやっぱ染みついちゃってて、なことないっしょみたいなね、感覚がまだあったのかなと。だってね、日本じゃだってありえないでしょ、最初の時点でね見積もり出てきて、大体綺麗に説明あるわけじゃないですか、日本だったら。けどね、フィリピンね、もうほんとそういうのないんですよね。でね、これ、まあ、ぶっちゃけ文句言ったんですよね、本当は違うじゃないかと文句言ったんですけど、じゃあ取り替えるのにまたお金がかかりますとね、しかも送料こっち持ちって言われたんですよ。もうね、いや大した金額じゃないけど、なんかもうそれでね今イラッとして、あもういいわと思って、わかりました、もういいです、わかりましたっつって、まあ、話は終わったんですけど、まあちょっとねトラブルがあった T シャツの会社なんですけど、けどね、まあサービスは良くてね、1枚につき1枚シールがついててそしてなぜか特別にね、マスクね、なぜか一緒に送られてきましたね。こんな感じです。まあこれはねありがたくね使わせていただこうかなと思ってます。もともとね 2,3 枚の T シャツ買うつもりだったんですけど、ね、まさか30枚になって、まあ、すごい勉強させてもらったかなと思ってます。まあね、今後の課題はね、この30枚の T シャツをね
どうするか、うん、ぜひね視聴者の皆さんにねお知恵をお借りしたいね。どうしようかな。30枚も使わないですよ。まあね、実際今僕1枚 L サイズ着てるんですけど、まあ生地的にはね悪くないと思うんですよ。まあまあいいと思う。うん、まああとはねこのプリントっすよね。これがまあ洗ったりね乾燥機かけたり何回か使ってどうなるのかっていうのはねこれからの楽しみだと思うんですけどね。まあこのね T シャツを家に置いててもまあ仕方ないんで、まあ何かに使うか、まあプレゼントするかね、まあさすがに多分売っても誰も買わないと思うんで、まあ有効活用ねしたいと思うんですけど、こういうのどうみたいなのがあったらね、ぜひですねコメント欄にアイデアを書いていただけるとすごくね助かります。今回ですね、まあ日本とフィリピンの違いというのをねもう本当にね体験させてもらいましたんでね、まあ次ね同じ失敗をしないように、頑張りたいと思います。それではまた次回、バイバーイ。